頭足類は、軟体動物門頭足綱に属する動物の総称。イカ、タコ、オウムガイ、コウモリダコや絶滅したアンモナイト等が含まれる。体は胴、頭、足に分かれていて、足も多数に分かれている。触覚はないが、軟体動物の中でも、特に目や、神経系、筋肉が発達していて、運動能力に優れる。軟体動物に、 特有の殻を持たないものが多いが、これは二次的に退化したものと思われる。原生では、オウムガイ類が発達した巻貝状の殻を持つ。イカ類は、殻の巻きはなくなって、甲となったものを体内に持っている。タコ類は全く殻を失っているが、カイダコなど二次的に殻を作るようになったものがある。体は、外套膜に包まれた胴部と胴部に分かれ、頭部にある口の周辺には、 腕が並んでいる。脳神経節が腕を支配していることから、頭部の一部が変化したとの説もあったが、現在は、巻き貝でいう足が変化し腕になったと考えられている。発生中に、神経支配が組み替わり脳神経節配下となる。また巻き貝に例えれば、腹側の中央に口があることになるが、発生中に、足の組織が頭部を覆い表面の突起が伸びて、 腕になるという体制の変化が起きている。頭部にはよく発達した目が一体ある。タコとイカの目は、脊椎動物の目と同様の構造を持つ、いわゆるカメラ眼である。ただし、それぞれ全く異なった、進化過程を持つ機関であり、修練進化の一例である。構造上の特筆すべき違いは、頭足類の眼球は視神経が、網膜の外側を通っている点である。 視神経が死人の妨げにならないため、視力に優れ盲点も存在しない。古生代カンブリア奇中期に生息していたネクトカリスを最古の統足類とする説があるが、これについてはまだ異論もある。オウムガイ類はオルドビスキより現在まで続いている。現生のオウムガイ類は殻が巻いているが、当時は殻がまっすぐなものも多く、そのようなものは直角ガイと呼ばれる。 それから派生したアンモナイト類は中世代を通じて世界の海中で繁栄し中世代末に恐竜と共に絶滅した。原生のタコやイカのように殻を内部に持つものは古生代半ばには出現していたとみられる。中世代のものとしてはペレムナイトが有名である。統足類の分類は非常に流動的で統一見解がない。以下、英語版セファロポットから引用した。 アンモナイト4エラーコートも言う。2エラーコートも言う。殻は退化して消失するか、あるいは板状になって体内に収まる。吸盤が並んだ8本の足があり、イカやコウモリダコでは足と別の触手も発達する。ありがとうございます。